はい、どうも、高校サッカーフェチです。今回も高校ネオネオサッカー注目の選手やっていこうと思います。センターバック編、ボリューム2です。田中隼人、3年、柏アンダー18、プレミアイースト、アンダー18代表のディフェンスリーダー格、ゴールキーパーに加え、センターバックの育成もすごすぎる柏さんの逸材、中3から常に飛び級で上の代表に選ばれ続け、中3の時に東金アリーナで見た、UK 大との練習試合で決めたヘディングダウンは今も私の脳裏から離れない。長身だが最大の武器は左足の長短のキック精度。サイドバックもこなす器用さもあり、昨年から2種登録されている。青木優斗、3年、桐蔭学園高校、神奈川県一部、神奈川のプジョル、昨年からディフェンスリーダーとして全国選手権に出場、ジャンプ力とスピード、冷静な読みで、小柄な身長を感じさせない安定した守備を見せる、高精度のフィードからチャンスも作る、もっと有名になっていい逸材。坂本光、3年、ルーテル学院高校、熊本県一部、気鋭のヘリンガー、昨年から守備の要として予選5試合1失点で全国選手権出場に貢献。全国的には無名だったが、今月にアンダージュニア代表に抜擢。安定した対人が光り、特にヘディングの強さが代表スタッフの目に留まったのだろう。田口空河、3年、琉球大柏高校、プレミアイースト、琉球のディフェンスリーダー、
1年時から主力に君臨、当時はサイドバックだったが昨年からセンターバックにコンバート。小柄だが抜群のスピードとカバーリングのセンスが光る。西関西2年帝京長岡高校プリンス北信越、技巧派ディフェンダー。もともとはレギュラーではなかったが、先発に抜擢された全国選手権では1年生と思えない落ち着きが光った。センターバックとしては小さいが技術が高く、パスセンスや運びで攻撃面での貢献度が高い。サイドバックやボランチでも見てみたい選手です。